東北中学校水難事件、または津海岸集団水難事件は、1955年7月28日に、三重県津市の津市立京北中学校の女子生徒36人が、同市中川原海岸で水泳訓練中に溺死した水難事故。当時の新聞の見出しには、津水死事件、集団水死事件、津の女生徒水難事件、津の中学生水難事件、週刊誌では、 津海岸集団水死、また津海岸女生徒水難事故、ネット上では津海岸水難、三重県津市の京北中学校の生徒の水難事件といった名称が見られる。京北中学校では学校行事の一つとして毎年夏季に水泳訓練を実施してきたが、1955年に津市教育委員会が夏季水泳訓練を同市内小中学校に、 成果の授業として実施させることとしたため、7月15日の職員会議でその実施計画の対抗を決定した。その概要は以下のようなものであった。訓練は、市中川原千崎の通称文化村海岸において、7月18日より28日までの10日間、午前中に施行するものとし、参加生徒約660名は男女別にしさらに、 水泳能力の有無によって区別した上、ホームルームを中心とした組別に編成することとして、男子7組女子10組の全17組とした。さらに、教諭16名と教諭の手不足補充のため事務職員1名とに各1組を担当させ、別に陸上勤務者として、教諭2名を置き、水泳能力も指導の経験も十分な共闘と、 体育主任の教諭4月新任の2名を生徒全般に対する指導者とした。校長着任は担当生徒数が多い女性教諭の補助も引き受けた。若い体育主任は水泳場設置、訓練の実施進行の担当者でもある。京北中学校では予定通り1955年7月18日より文化村海岸で水泳訓練を開始した。文化村海岸とは 以前から同光が水泳訓練を行ってきた場所で、阿の川川口右岸から南方に広がり満潮時にも数十メートル幅の砂浜を残す遠浅の海である。7月18日から27日までの訓練場は、阿の川右岸から約300メートル南方を北限とし、南北のなぎさの線で約60メートル、なぎさより東方沖に水深1メートル前後を標準として3。 40メートルのところとした。この区域は竹の表示竿で区切り、南北に区分して、訓練開始当初2日間は男子を北側、女子を南側に入れたが、以後は男女の場所を入れ替え女子を北側にした。これは女子が水泳終了後、男子より少しでも早く北方にある校舎に帰り、着替えできるようにとの配慮からであった。京北中学校訓練場の北側には、私立、 南立世小学校、南側には私立養成小学校の水泳場が設置されていた。男子側も女子側も各組の使用場所を特定区分することはせず、組担当職員を中心にその付近で練習させていた。7月28日、水泳能力のテストを行うことを教職員間で打ち合わせた後、体育主任は補助の3年生とともに、 一般生徒職員より先に学校を出発して、文化村海岸の訓練場に到着した。この日は、南側の妖精小学校、北側の南立正小学校が、水泳訓練を実施しなかったので、水泳場の区域を前日までの幅約60メートルから110メートルに広げ、沖への奥行きを渚さより約41メートルとした。 北側の幅50メートル奥行き41メートルは女子水泳場。中間の幅10メートル奥行き41メートルを男女の境界。南側の幅50メートル奥行き41メートルを男子水泳場とした。沖41メートルの線の男女各水泳場の角に一本ずつ表示座を立てた。このように広げられた水泳場の北端は、あの川川口より、 約295メートルの位置にあった。この位置は、最も近い宮の延辺まで、約30メートルであった。1955年8月2日の、現場実測図鑑長寺の中川原海岸、水泳場区域水泳場設定時は、小潮の日の中でも、最も寒満の差の少ない日の7分道前後の、潮具合の時である。無風快晴で海面には格別の波もうねりもなかった。 しかし道潮の流れとは違った潮の流れが前日とは逆に水泳場を南から北に流れており水泳場設定に当たった水泳部員の中にはこれに気づいて教諭に告げた者も,もいたテストの方法は沖の境界の表示竿から少し内側に色旗付け竹竿を10メートル沖に約10本立て2本目まで泳げた生徒には20メートルと 書いた距離札を男子水泳部員が渡すというものである。当日参加した女子生徒は約200名である。職員に引率され、体育主任らよりやや遅れて海岸に到着した一般生徒のうち、女生徒に教諭が受水の注意、潮の流れがあることを告げ、天呼、準備体操の後テスト前の体ならしの意味で、受水時間を10分間として午前10時頃一斉に海に入った。 男子生徒も同様である。女子の集合場所は男女水泳場の中央寄りであったことから自然にそこから女子水泳場を東北隅に向かって線形に散拝するような形で海に入ることになった。約200名の女子生徒は泳げないものが大半を占めていてテストで少しでも泳げるものとしての認定を受けようとして浅くて水泳に適さないなぎさ寄りを避けて大勢が 沖の境界線に集まった。ところが海に入ってからわずか数分後、女子生徒100名前後の者が水泳場を東北隅付近で一斉に体の自由を失い溺れるに至った。生徒の他に女性教諭も溺れている。溺れた生徒の一部の救いを求める声に驚いた職員や3年生水泳部員に海水浴客が協力して懸命に救助に当たった。 校長も生徒を引き連れ海に入っていたが、北に流され、水泳場外で救いを求める。数名の生徒に気づき、助けて上陸している。教諭の一人が自転車で約500メートル離れた芸能地区組合率、隔離病者に急を告げ、医師と看守が現場に自転車で急行、少し遅れて看護婦も到着、救い上げられた14人に、カンフル注射や人工呼吸を施した。 ついで、樋口病院から自動車で医師が駆けつけ、この自動車を見た警察が初めて事故を知り、三重県立大学医学部附属病院や伊勢市の山田赤十字病院に応援を求めた。津警察署からは救援隊が三重県警察本部機動隊、陸上自衛隊被災駐屯地の衛生班、県庁職員も出動した。4名の漁師も船で救援に協力した。 三重県立大学医学部付属病院から院長ら医師13名、看護婦8名が到着したのは12時15分であった。14時50分には山田赤十字病院から医師6名、看護婦10名も到着した。49名を引き上げ、必死の手当で13名は意識を回復したが、36名は生き返らなかった。蘇生した十三名は市内の病院で手当を受けたが、うち六名は 海水が多量に杯に入っていたため、塩化性肺炎を、併発、28日夜渋滞に陥ったが29日朝、危機を脱した。京北中学校の学校葬は8月1日に行われた。なお、8月6日には、岩田川で水難女生徒の冥福を祈る、灯籠流しが行われ、花火を合図に、人々が黙祷を捧げている。本事件について、朝日と毎日、 中日新聞は、当日28日夕刊第1面に写真入りで、報道し、航空機からの原爆宇宙写真も撮影している。中日は、号外も発行している。以後数日間報道が続く。朝日31日夕刊では、ラジオで、救助の実況録音放送があったことが伺える。翌29日には、午前10時頃から1時間余り、第4管区海上保安本部水路部長、 速攻所技術官、土地方検察庁検事、津警察署長らが水路、潮流、危険区域の標識、遭難地点などについて現場検証を行った。文部省では現地から電話報告を受け、28日夜、初等中等教育局中等教育課事務官を現地に派遣した。松村健造文部大臣は29日、 惨事を繰り返さないように万全の策を尽くしたいとの談話を発表。同日、福田文部時間事務代理名で、各都道府県知事、教育委員会、国立大学長、国立学校長宛てに、各学校に対し一層周到な指導を行われたい、と、電報で通達している。状況中の田中里市三重県知事は、急いで、危険し、水難特別調査委員会を設置した。 本事件は国会でも取り上げられ、7月29日の衆議院文教委員会では、河野忠、し、平田秀、山崎はじめ男、長井玄、高村坂彦、並木義雄の各議員が、松村文部大臣と小形新一文部省初等中等教育局長に対して本事件に関する質問を行い、翌7月30日の参議院文教委員会では、 荒木昭三郎及び堀松次の各議員が松村文部大臣、大間忠夫国家公安委員会委員長、小型諸島中東教育局長らに対して絶望を鋭く質問を浴びせ、国などの責任追及を行った。学者の調査には以下のものがある。津市京北中学校女生徒、水死事件調査報告後の日本海洋学会会長、何日年寄によるもの。これは、 速攻公所の資料、1955年9月10日に、自ら観測した資料、気象庁の使用批評、教職員の体験談等によるものである、伊勢湾西岸における沿岸流況三重県知事の依頼により、三重県立大学水産学部講師、坂本一太郎が1960年に行った調査、水域において、同年8月中旬から9月上旬にかけて8日間、抵抗版。 トランシット追跡により、潮流の測定を行い、その結果を図表に表したもの。この事件には、校長、教頭、体育就任が、業務上過失致死で起訴され、控訴審名古屋高裁で無罪が確定した、刑事裁判、致死を相手取った民事の損害賠償裁判があるが、何が起こったかについてはこれらの判例の証言、証拠によるのが、今のところだと、とされる。 28日事件当日、水泳場設定時すでにあった流れで、平常の道しよだけに原因する流れとは、到底認めえないかなり強い流れ、これを裁判では、異常流と称している。第一新津地裁では、強いとはいえ水泳場内に立っているものが、押し流されるというまでには至らぬ程度のものとしたが、控訴審では、多数の女生徒を押し流したとしている。 これが27日とは逆に水泳場をほぼ南にり、北に流れていた。これについては、以下の証言がある。生徒の受水後に、3分した頃沖合から突然、大きなうねりが、女子水泳場付近一帯に押し寄せ、このうねりのために、女子水泳場は、沖の境界線付近でさえ1メートル足らずの、水深しかなかったのに1メートル4、50センチメートルに、水位が上昇したとするもの。 第一心では錯覚とし民事では、うねりはあったにしろたやすく信用できないとしている。これについては、以下の通り証言がある。この他、その時の潮は、漁師仲間で上り潮という癖のあるもので、こういう潮の時は海面に段がついて押してくるので、海岸の方に何かが押し迫ってくるような感じがした、という証言がある。このような、異常流や、 急激な水上昇についての証言は、いずれも幅50メートルの女子水泳場内外でのことで10メートル隔てた。男子水泳場ではそれを意識しなかった男子生徒がかなり多数あった。こうした事柄がどうして立ったかについてはいろいろな説がある。何日年塩が表した。市京北中学校女生徒、水死事件調査報告によると、7月25、6日から、 発生した13号台風によるうねりが、ロングショアカレントとなり、これが、異常流の発生原因であるとするもの。様々な気象データの計算により、事故当日午前10時頃には、周期12、3秒、波高1.6メートルのうねりが、本州沿岸に到達しールし、津海岸では、周期12秒、波高28センチメートルのうねりとなり、これが沿岸流を生じて、 正常な潮流を加えると、秒速23内チ3 2トルの流れとなりえ瞬間的には秒速5 0トルに達する。この異常流により女生徒は身をに流されたとする。これに対し、やはり後の日本海洋学会会長、宇田道隆は、沿岸流は長い直線海岸に起きると言われているが、津海岸のような伊勢湾の中の海岸線の出入りの、 多いところに起きた異常流が沿岸流の観念で説明できるかは疑問であるとしている。刑事第一審では基礎とした資料がそのまま全部を採用し難いので流れが相当強かったとする一資料に留めている。高素審では沿岸流、副振動の理論によっても突発的なうねりと共に押し寄せた異常流を説明することは至難ではなかろうかとしている。民事では沿岸流が 異常流の原因であるとすれば、進行海岸一帯に生ずべきはずなのに、中川原海岸特に女子水泳場付近に限って、生じたという特異映像を説明できないとする。歌、坂本の証言を指示して、学者の下一つの推論の意見を出ないとしている。宇田道隆は、8月1日の朝日に、集団水死事件の休止を起聞こしている。その中で、当日10時頃アビび機が起こり、 スケジオが入り込んだため変潮流があってそれが特に川口近くでこの時にミオスジに強く現れたのが大きな原因ではないかと思われると述べている。刑事控訴審鑑定人としても加工においては淡水が上に海水が下になって密度の異なる二重層が形成されるので異常流が発生しやすいこと。川口、ミオスジにおいては海底も潮流が変化しやすいことのほか この説を述べている。朝日の文中では、ディップカレンとの解説もしているが、この事件との関連については述べていない。坂本一太郎は、津港北部及び、相川河口より、南部の雪岸部は北流及び南流が卓越し、岸に向かって流線が修練するので、粉流が頻発する水域であり、おそらく秒速50から60センチメートルの下記にこの、水域で頻発する粉流の雪岸が、 事件の原因であるとしている。民事裁判では、1960年になされた、この調査が、事件当時と同じ流行でのものかは即断しがたく、事件当時の女生徒の遊泳状況や身をについての考察を度外視しているので、たやすく信用するわけにはいかないとしている。事件当日、海岸沖合を小型船で通過した、刑事控訴審証人の証言によるもの、9時頃、 事件現場から約14回りの地点を南進していると、北進する1万トン級の貨物船と、20分後に4000トン級の貨物船とすれ違ったが、1マイルくらい離れていたのに2メートル近い宿波のため、船の向きを変えて、ようやく転覆を免れた。1時間か1時間20分以後に一尺に3寸のうねりとなって、使いがに行くと思うが、 泳げない子供なら大勢死ぬこともあろうと思ったという証言である。また、文化村海岸から一里北方の川下町影海岸で、やはり水泳訓練最終日、記録会であった朝日中学校の笹原のり子教諭の証言がある。陸上で監視していると遠方に、鉱石のような長い白い線のようなものが一本あるのに気づいた。その白い線は、南端が海岸に近く、 北端が海岸にやや遠く、斜めになって、次第に近づいてきたので、笛を吹いて生徒に陸に上がれという合図をした。何かしらと不思議に思い記録会を早く打ち切った。なお、朝日中の生徒は南に流れがあったと証言している。民事裁判では、歌の見解すなわち、この宿波が異常流の原因をなした可能性のあることは否定しないが、事件当日以前にも大型船舶が、 海岸沖を通過していたはずであり原因と断定するには高校状況を再現し波動を測定する必要があるという意見を認めさらにうにりが事故の直接原因とは認めておらず宿派説は合理的裏付けにかけるとして採用していない当日はテストだったため多くの生徒が水泳に適した沖の境界線付近に集まり 水泳場に対して人数が多すぎ境界線から出がちな前日までの傾向に加え幅が広がった水泳場に対して表示座音が少なく境界線が不明確だったため多数の生徒が境界線外に出る結果となり南から北への異常流に乗って北に向かって泳ぐうち女子生徒の大部分は水泳未熟者だったため女子水泳場東北隅付近一帯で 体の自由を失い、北側境界線外へ逸脱して、身をないしはその手前付近で溺れたとするものである。海水が海面にダムをなして押し寄せてきたとか急に水かさが増したという証言については、突発的な歴史騒ぎに驚いての錯覚、知らぬ間に深みに映っていたためとして採用していない。異常流については、原因不明であり、水泳場設定以前からあって、 自己発生の相当後まで続いており、強い流れではあるが立っている生徒を押し流すほどではないとしている。土方裁判所において校長は、金庫1年6月、教頭は、金庫1年、体育主任は、金庫1年4月をそれぞれ宣告されるが、その教育熱心さや、事件後水難生徒の冥福を祈り、遺族の医者に努めたこと、さらに、 水泳場として一般に公的な場所として知られ、従来格別な事故がなかった場所にあった。少なくとも、当時は、相当気づきがたい深みと、改正無風で、海面も極めて穏やかで一見何等以上の、認められない、状況下の、相当わかりがたい上に、同方面では、極めて稀な、急な流れとの不幸な結合が、本県の重大原因となっていることが考慮され、 いずれも三年間の執行猶予となった。各種の証拠を総合して、名古屋高等裁判所は次のような判断を下している。当日、生徒の受水後に3分した頃沖合から突然、大きなうにりが女子水泳場付近一帯に押し寄せ、それと共ににわかに強い北流が出てきて、このうねりのために女子水泳場は沖側の境界線付近でさえ1メートル足らずの、 水深でしかなかったのに1メートル4、50センチメートルに水位を増した。ところが、女生徒の大部分は泳げないものや水に対する抵抗力の弱いもので占められていたので、過半数の100名余りが、その急激な水位の上昇に狼狽して、体の自由を失ったところへ、にわかに強くなった、北流のために押し流され、 女子水泳場の東北隅の内外付近一帯で一斉に溺れるに至った。つまり原因は大きなうねりとともに多数の女生徒を押し流した異常な流にあるものとしている。この異常な流がどうして発生したのかという点に関する科学的な解明は当裁判所の元より良くするところではないがという記述が見られるが、その通り発生原因の科学的解明が不可能だと言っているわけではない。 この異常流の発生原因については宿波説によるうねりが節岸時に北流を生じ沿岸流説あるいは副振動説による弱い北流と合体して強い異常流を形成したのではないかとしている。隣接する男子水泳場にいた男生徒のかなり多数がこのようなうねりや異常流を意識しなかったことについては男生徒は水に対する抵抗力が十分にできていること 文化村海岸南方の特定が男子水泳場側にあること、三尾筋が女子水泳場側にあること、その他の地形の際からする極部的な現象の相違と考えられないこともないとしている。ただし、これについて、なお若干の儀がないではないがと述べている。このように事故の原因は急激な水位の上昇と異常流の発達という不可抗力にあるとして、さらに、 風波のない海星の、いわゆる海水浴びよりに、このような事態の発生を見ることはあまりにもけうな、現象であるから、通常人の注意力をもってしては、到底これを予見しえないと述べている。さらに、 被告人等の刑事責任を追求することによって、犠牲者等の例が名目されるものではなく、かえって水の恐ろしさに怯えつつ慈愛に満ちた、先生等の日頃の訓導を主い続けることができるで、あろうと考えひたすらその冥福を祈る次第である。都教ゆらの教育を認め犠牲者を思いやる文章で結んでいる。なお、名古屋貢献は、この二審判決の推論に対し、異常潮流があったことは、 認めるが、貨物船の宿派がどのような形で海岸に押し寄せ、しかも女子水泳場にだけ異常恐竜を起こしたかについて何も触れず納得できない。これは、経験法則の法違反、つまり、常識では考えられない判決だとしたものの宿派は、距離的、地形的な理由で否定できるが、ではなぜ異常恐竜が起こったかという科学的根拠は、裁判所同様検察にも断定できる材料がなく、 最高権とも打ち合わせて上告しないことに決めた。これにより、教師側の無罪が確定した。事故の自然的要因は、三尾筋の深みと三尾筋に発生した異常流であるとしている。この裁判所で認定した諸事実、すなわち異常流が三尾筋に特に強く、三尾筋から離れるに従って弱くなっていること、三尾筋は異常流の発生しやすい地形上の要因があること、 北側表示さを害の背の立たない地点から自力で歩いて脱出した女生徒がいること、受水当時女子水泳場内に北流が損していたことを一部の男生徒、教員が気づいていたつまり、約200名の女子生徒は身をないし北流に全く無警戒で一斉に受水し、内約100名が東側境界線上に参開し、北流に乗り泳ぎやすいまま北に向かって進み、そのうち、約5、 60名が北川表示竿から逸脱し、三尾筋に近づくにつれて、三尾筋に発生していた救助音深みのため身体の自由を失い溺れたもので、不可抗力な事故ではないと考えるとしている。溺れた地点は、女子水泳場外の北川表示竿と三尾筋との中間地点ないし、三尾筋と認めている。うねりについては、瞬間的なうねりは別として、各証言の時間的判断から、 このうねりの来る前すでに溺れていたとしさらに、水位の上昇や、潮流の変化を男子水泳場内で体験したと、述べている男生徒がいないことなどから、女子水泳場という限定された地域に限って急に、水位が上昇するということは考えられないので、水位の上昇については水泳場内のくぼ地に足をつけたため、水位が上昇したと思い込んだか、 水泳場外での体験を水泳場内の体験と思い込んでいるかのどちらかであると述べている。坂本の噴流説、何日の沿岸流説、宿破説は前日のように採用していない。その他雨が当日鳥羽沖付近で急な潮流を経験したという証言。影絵海岸で朝日中学校教諭が鉱石のような白い線を見たという証言についても、 異常流と関係するのかどうかについては的確な資料がないので、異常流の原因を説明するに足りる資料とはしがたいとしている。さらに、本件異常流の発生原因、速度等についての科学的な解明は的確な資料のない本件においてはこれをなしえないわけであるが、と述べているが、ここでも科学的な解明が不可能であると言っているわけではない。月日の中部日本新聞には、 1933年に京都市の岩倉小学校が臨海訓練中に早塩に流され12名の水死者を出しているという記述がある。これについては救助に当たった体験者の経験談が津市民文化第13号に掲載されている。それによれば1932年8月2日に中川原海岸ではなく御殿場海岸の旅館に 京都府か岩倉村の明徳小学校の児童が海水浴に来ていて、その日は伊勢神宮参拝から帰った夕方5時頃、土曜派の優勝を押して海に入ったところ6名の児童が水死したというものである。また、週刊読売には1951年7月29日に小学3年生の男子児童が水死したという記述がある。 11時頃浅いところでボール投げをしていたが、受け損なったボールを取ろうと少し起き得で、ボールに手が触れた時、不意に波に沈んでもがき始め、親戚や近所の人が救助し、息を吹き返しそうな状態だったというが、家へ帰った時は死亡していたというものである。事件1年後に建てられた、海の守り女神像この事件及び、同年5月に瀬戸内海で発生した死運丸事故において、 多数の児童と生徒が溺死した悲劇は、全国の小中学校にプールが設置され、義務教育の過程で水泳の授業が必修化される契機となった。また、三重県津市では海水浴場として、あこぎ浦や御殿場などがあり、潮干狩りやマリンスポーツ、海水浴などたくさん人が訪れるが、事故現場一帯の中川原周辺の海岸は遊泳禁止となっている。 事件の年の9月に津市内の教員移動が行われ、音楽教師として伊藤伊佐夫が赴任した。伊藤伊佐夫はその年の12月に愛悼歌、浜風にを作り、その歌は京北中学校の生徒らによって NHK 名古屋放送局から全国放送された。また事件後の学校の立ち直りのために校歌が作成されるときは作曲を担当した。この校歌は、 現在も歌われている。ありがとうございます。